台湾の歴史上最初の鉄道は清王朝時代の1891年、台湾の行政長官の地位にあった劉明伝が建設した台北基隆間の路線です。1889年、八都地区で基隆川の鉄道橋を架ける工事をしていた際、数人の工事作業員が基隆川で砂金を見つけました。彼らはかつてサンフランシスコで働いていたことがあり、砂金というものをよく知っていたのです。基隆川で砂金が見つかって以来、ゴールドラッシュが始まり、九份、金化石といった金鉱で有名な場所の他にも、坑道付近の瑞宝地区の山々で金が掘られるようになりました。それより前からこの地には石炭が大量にあることが分かっており、日本時代が始まると瑞宝地区の各所で炭鉱が開かれ、それらの石炭を運ぶために鉄道が引かれました。それが今回の台湾旅手帳で紹介している平渓線です。石炭は日本時代から国民政府時代に移っても引き続き採掘が進み、戦後台湾が国際的に飛躍的な発見を遂げていくのに大きく寄与したのです。坑道の駅を出るとすぐ目の前に瑞山工業の工場群遺構が見えます。瑞山工業は30年ほど前に操業を停止し、炭鉱も全て廃鉱となりましたが、工場や事務所、倉庫などの建物や基隆川を渡って石炭を運ぶ橋、そして炭鉱そのものも残されています。そしてそれらの遺構は長い間廃墟となっていましたが、近年炭鉱の歴史を残すものとして整備され、坑道博物園区として一般開放されるようになりました。先ほどの VTR でも紹介された石炭を運ぶアーチ橋は、もともと日本統治時代に架けられた橋の基礎の部分を利用して1965年に作られた橋で、現在では橋の上に敷かれたトロッコ列車用の線路もきれいに復元されています。橋の先にあるのが坑道溝という古い炭鉱ですが、この場所ではかつて炭鉱を走っていたトロッコ列車に体験乗車することができます。早速乗ってみましょう。歩くよりもゆっくりとしたトロッコ列車に乗って坑道溝に入ると、非常に暗く、そして狭い坑道内を進み、ちょっと怖くなりますね。そしてしばらく進むと、当時の作業場の物品がそのまま残された工場に着きます。ここではトロッコを降りて当時の機械を体験操作させてくれます。掘削ドリルや2人で動かす手押し車など、炭鉱ならではの機械や設備を実際に触って動かさせてくれるのは非常に面白いですね。このトロッコ乗車体験、およそ30分ほどと聞いていたので、炭鉱のよっぽど深い場所まで行くのかと思っていたら、なるほど、トロッコが時速5キロくらいでゆっくり走るんで時間がかかるんですね。その他にも瑞山工業の事務所を改装したインフォメーションセンターや、倉庫を改装した展示館、原型館など、こういった炭鉱の苦労にまつわる様々な写真、資料、ジオラマなどもあって、炭鉱夫の大変さについても考えさせられました。駅から10分ほど歩くと、日本の神社の鳥居があります。それが坑道神社です。社殿は残っていないものの、石の鳥居はそのまま残され、奥のヒノキの鳥居もまだかろうじて残っています。石の鳥居には奉納の文字と瑞山炭鉱の名前が彫られています。この神社は建創年は不明なのですが、瑞山炭鉱の寄付により建てられたことが鳥居の文字からわかるので、
1934年から1944年までの間に建設されたものと思われます。特に石の鳥居は石に穴を開け柱をはめ込みそして組み立てたもので非常に頑丈にできており戦後にも破壊されることはなく現在までそのままの姿で残っています。弘道駅を訪れる際は猫村だけではなく当時の炭鉱の遺構や神社など歴史的な価値の高い場所もぜひ訪れてみてください。また弘道地区には有名な金字彦堂があります。弘道駅から左に進み西陵路を進むとおよそ3分ほどで海樹橋に着きます。橋を進むと東屋と海樹橋記念碑がありこの橋の建設由来について紹介しています。海樹橋は瑞山工業の創建者李建光氏が彼の母親の60歳の誕生日を記念して建設した橋です。李建光氏は弘道を代表する名士なのです。彼は瑞山工業を立ち上げこの町の繁栄をもたらしました。海樹橋を越えてさらに進むと間もなく九九橋に着きますがここを右折し産業道路に入り500メートルほど進み交差点を右に曲がると丹乱橋に着きます。この下を流れる川は台湾の近郊の歴史上非常に有名な大祖光景です。橋を越えて進むと金字彦堂登山口です。丹乱橋の下を流れる大祖光景の上流部には非常に大きなコンクリート石が設置されており土石流が川に流れ込むことを防いでいます。金字彦堂は丹乱古道の一部分でかつては台北と宜蘭をつなぐ道路として旅行者や商人たちに利用されていました。清王朝同治6年すなわち1867年冬台湾僧兵という軍司令官の立場にあった劉明棟が丹乱古道を三朝霊まで視察で訪れた際先民の道路の開拓の苦労を感じ同時に周囲の雄大な山国の風景を見て道路脇の巨石に言葉を残しました。この石碑は高さ240センチ幅は143センチあり文字やその枠には金箔が貼られたため金字碑と呼ばれるようになったのです。これは壮麗古道の有珍万円碑や古事碑とともに国の三級史跡に指定されています。弘道駅を出て進むと平京線の起点である三朝霊駅に着きます。三朝霊は平京地区の交通の要所であると同時に鉄道路線上のターミナルとなる地でかつては陸路における用地でもありました。しかしながらこの地には十分な平地がありません。北回り線および平京線は三朝霊駅を境に異なる線路を走り始めます。平京線鉄道の旅もここから平京区に入ります。三朝霊から大化までの区間は平京線の中でも最も刺激的な場所になります。線路の下にはキールン川が流れておりこの場所は長期にわたる浸食の結果さまざまな自然景観が作り出されておりさらに線路の上には次々と橋梁やトンネルが現れこの鉄道の旅を充実させているのです。安全のためこの区間では列車はスピードを落として運行しておりキールン川の美しい景色を堪能できます。台湾でもほとんど残っていない柱状の鉄橋を渡ると列車は大化駅に到着します。大化もまた炭鉱により発展しましたが工業が衰退すると人々が次々とこの地を後にして行きました。現在でもこの地に住んでいる人は少なく駅の周囲にわずか数軒の民家が残るのみとなっています。あまり知られていませんが大化駅は
台湾で最も小さい駅で、面積はわずか2坪ほどしかなく、無人駅となっています。駅舎も使われなくなって久しく、前に置かれているベンチの表面に残る数々の跡が長い時を感じさせてくれます。駅舎の壁は観光客がこの地を訪れた証拠としての機能を果たしています。とはいえ、大化駅のホームは近年新しく作り直されました。この新しく長いホームは駅舎と比べ非常にアンバランスに見えます。ホームが新調されたのは、駅の1キロほど手前に非常に珍しい凹凸景観を楽しめる場所があるからです。この場所は国により自然保護区となっており、勝手に入り込んでこの景観を破壊してはならないと定められています。貴重な自然景観が残る凹凸鑑賞区へは、大化駅から線路沿いに歩けばたどり着くことができます。ただ注意が必要で、線路上は歩かないようにしてください。トンネル前で上を見上げると、ピンク色の綺麗な花びらを持つ花がいくつか咲いています。平京線の車掌さんの話によれば、これは固有種のツツジで、この場所で100年にわたって咲いているとのことです。100年のツツジは非常に高貴な姿を見せてくれていますね。旧正月後にこの場所を訪れると、その美しく咲き乱れる様を見ることができます。